実に久しぶりの実況となってしまいました。こんにちは、こんばんは、おはようございます。みつです。第12回目モンスターハンターダブルクロス実況やっていきます。よろしくお願いいたします。なんだかんだね、生配信とかいろいろやってたんで、こちらのね動画の投稿が遅れてしまいました。2週間ぶりぐらいになりますかね。よろしくお願いいたします。すいません、遅くなりました。第12回目でございます。よろしくお願いします。さあ、相変わらずですね、リックス君の顔が出ておりません。だが今回はミツナの顔も出ておりませんので、まあよしとしましょう。よろしくお願いいたします。今回のギルドカードはこんな感じです。猫城姉妹が写っておりますね。可愛らしい。さあ、そんなわけでですね、今回はこんな装備です。見ていただきましたが、ギザミ装備になっております。で、武器はですね、チャークを使っていきます。なんて読むかわかんねえな。骨立て斧骨立て斧でいきましょう。回心率が 10% で、で、まあ攻撃力ね140もあるので、言ってもね、もうね、尊重クエストもだいぶクエストのねレベルが上がってきてはいるので、140じゃ正直物足りない部分も出てくるんじゃないかなという不安もあるんですが、まあいいでしょう。レベルは5です。はい。で、ステータスはこちらですね。見切り技物採取、雷耐性弱体化しております。なので相手が雷属性の攻撃をしてくるとピンチですね。うん、そんな感じでしょうか。はい。んで、ですね、すっかり狩り技をつけるのを忘れていたので、まずはそれをつけていきたいんですが、ですね、確か前回の実況の時にラギアクルスが出るぜっていう話をしてましたが、先ほど見ていただいた通り、ですね、雷耐性がないんですね。なのでちょっと今回どうしようかなっていうピンチが来てしまったので、ちょっとね、最初のモンスターを変えようかなと思っております。どうしようかな。これ使ってみるか。はい。で、じゃあ何に挑むのかっていうとですね、四天王が出てきました。まずはライゼクスですね、出てきました。で、ガムートも出てきました。で、タマミツネも出てきました。で、多分これらのクエストをこなすとディノバルドが出てくるんじゃないかなと。モンスターハンターワールドアイスボーンにも出場が決定しました。ディノバルドですね。で、前回言ったのがこちらラギアクルスだったんですが、今言ったように雷耐性がないので、今回はこちらからいきましょう。王者からいきましょう。噴煙まとう王者ということで、リオレウス1頭を使用しに行ってきます。はい。で、ちなみに非耐性はというと、まあ一応5ついてるんでね、うん、これでやっていきましょう。そろそろね、ちょっとね、舐めてかかると痛みに合うと思ったんで、ちょっとアイテムはね、もう贅沢にいきましょう。うん。で、あと毒か。よし、いきましょう。2週間ぶりだからな。噴煙まとう王者、やっていきましょう。場所は火山ですね。カリュウリオレウス行きましょう。探すのにちょっと手間取っちゃいました。いた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 。まさかね、こんな近くにいねえだろうと思って結構遠回りしてきたんですが、まさかのね10番にいるっていう。あー、届かね。おう、耳栓がついていないのでうるさいな今回は。前にねクロスで戦った時には耳栓がついてたんでね、こんな余裕だぜつって戦ってたんですが、さて、チャークだチャークだ、うるら、まずはチャージしましょう。ほら、よいこらっしょと。さあ、瓶を詰めて、あっちいな、おいあっちい、あっちい、ちょっと待て、ちょっと待て、焼き殺されて、焼き殺されて、あっちいって、あっちいって、くそ、肉どもが邪魔だな。おーおーおー、飛ぶんかい。よいしょ。もうね、リオレアスといえばね、もうおなじみなんでね、ういえ、瓶使いますぜーっと。いてててて、邪魔で見えねえ。いてててて、くそ、この肉の塊どもが邪魔でしょうがねえ。あー、ピヨッタありがとう、痛い、ありがたいけど痛い。さて、まあ言うてな、ギザミス防具なんでまあ大丈夫だと思いたいな。って言っても、まあ相手もねリオレースなんでね、戦い慣れてるといえば戦い慣れてるんで大丈夫だと
思いますよ。たとえね、肉が視界を阻もうと。本当に邪魔くせえな。からの、ほら、よいしょ。お、よいしょ。ふいふい。どうもね、足元に入れない。痛いな。痛いな。こんなんばっかりか。待て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 。痛い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 。なんかビオールな。ビオールぐらいでダメージ食らっちゃってるんですか。熱いよ。熱いよ。相変わらず王者面しやがって、まあ、王者なんだけどさ、実際に。よいしょ。ほら。よいしょ。おお、うっさい。また、エリチェンシャー、エリチェンシャー。なんだなんだ、おお、怖えな、なんだなんだ。当たなかった。まあ、いつものようにね、武器がうまく使いこなせておりませんが、そこはご愛嬌で、やっぱりこの企画には無理があったかな。いろんな武器を使いましょうっていう企画で やり始めた、ね、この縛りですが、あまり良くなかったか。結局ね、あれなんですよ、武器もどん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 強化していかないといけなくて、で今までのモンハンの実況だと太刀しか使ってこなくて、で太刀の強化だけしてればよかったんで、結構ね、頻繁に動画をね上げることができていたんですが、やはりね、14種の武器となるとね、なかなかに強化が追いついていないんですよ、今。武器の。だから弱い武器でどん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 、クエストをこなしてしまっているっていう状態なんですよね。だから、一回一回のクエストにも時間かかりますし、もう、まあ、防具はね、数が集まるんでいいんですけど、武器となるとね、なかなかにね、大変なんですよね。という言い訳をしておきましょう。ちょっと待って待って。おとなしくしやがれ。よいしょ、よいしょ。ほらほら、翼いった、翼いったったね。両翼ぶち壊します。ほい、逃げた。今回のサブタゲなんだ。尻尾か。尻尾、これまた全然攻撃してない部位に関してのサブタゲなんだな。できればこいつが弱ったあたりで使ってみたい。おー、なんだなんだ。あー、そういうことか。おー、なんかすげえ瓶がいっぱい入るな。この時間内だったら瓶がいくつ入るの。これ8つぐらい入るのか。これ多分そんぐらいだろ。すごいね。って言ってもこれ瓶貯めてからやるべきだった。来て来て来て。でしかも俺時間があまりないんだよ。もう下手くそ。下手くそ。お、これ赤にすれば一気に溜まんのかな。まさかね。まさか。そこまではいかんだろう、さすがに。よいしょ。あ、さすがにいかないか。で、もう一回溜めたいんだが、ちょっと待ってね。もう、うろちょろ動くなよ。危ないな。よいしょ。確か顔面入った。からの、回復は猫たちにお願いしよう。チャージ。はい、そんな飛ばなかったな。なんだなんだ。来い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 。尻尾腐るて。よいしょ、よいしょ。入れろってんだよ。よし、オッケー、キルだ。ナイスカット。切ったよ。で全然弱ってねえなこいつ。そうそうな、疲れてこないかな。お、ほら乗れねえし。移動だ。ペイント切れた。よし、これで起こすか普通に。モーニング。戻っちゃうんだよな。よいしょ。
あー入んなかったか。うるさい、やった。よいしょ、どこだ、こっち向け。届かねえし、チャージしたい、チャージしたい。オッケー、いいよ、よいしょ。あと壊すとこないよ、もう顔面も壊したし、で両翼も潰したんで大丈夫だと思う。ちょっと待って、ちょっと待って、下に切れは良くない、君熱いな。ここで落とせるかな。おお、そう、戦いにくいな。もう次のラギア戦はかなり不安になってきたんですけど、ほい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 、まあね、ところどころカットはしてると思うんですが、まあさすがにね、リオレースに20分以上かけると思っていないので、個人的にはもうね、まさかのなんですけど、よいしょ、はい、よいしょ、いい加減くたばってくんねえかな。はい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 、オッケー、お疲れ様でした。まあ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 、言うて時間かかりましたけどね、レウスごときで。はい、オッケー。まあこの装備でラギアクルスに行ってたら多分死んでた。さすがにこのレベルになってくるとな、きついね。オッケー、クリア。あ、また猫の装備を紹介してなかった。それじゃあ次のクエストで紹介します、ごめんなさい。報酬まあまあですね。お、骨髄が結構出たの、ありがたい。オッケーオッケー、うん、いいでしょう。20分34か、結構かけたな。まあおなじみですよね、ガルルガ防具です。耳栓がついているガルルガ防具になります。はい、今回はミツの顔が一回も出てきません、残念。というわけで、こんな感じですね、ガルルガ防具を揃えております。で武器はですね、総中棍を使っていきます。でさっきのね、チャークに比べると攻撃力が40も落ちてしまっているので不安で不安で仕方がありませんが、まあそこはなんとか対応するしかないかな。でこんな感じですね、耳栓採取、水耐性弱体化ですね。まあ大丈夫かな。ラギアクルスって水の攻撃もしてきますが、まあ雷耐性のことを考えればまあ大丈夫かなっていう感じですね。さあ今回はラギアクルスですね、やっていきましょう。これですね、大海の王ラギアクルス、いきましょう。場所は孤島ですね。大丈夫かな。総中棍全然使ってこなかったけど、打ち消し持ってく。打ち消しの実、打ち消しの実どこだ。そうだね、これで麻痺も多分大丈夫ですね。よし、じゃあ行きましょう。大海の王ラギアクルス行きましょう。モンスターハンタートライのジャケットモンスターですね。海だとねやっぱ強いんだけどね、陸地なんでね所詮ね。じゃあ行くか。肉を食ったところで猫たちのね、ファッション数をすることを思い出したのでやっていきましょう。まずリックスくんですね。ギザミ装備になってます。はい、まあこれはねザザミの時とねそっくりな感じなんで、まあまあまあそんなに差はないかなっていう感じですね。でクーは、おお、ちょっと草木が邪魔だな、こっちおいで。クーに関しては今のミツナとお揃いでガルルガ防具になってます。かわいい。うん、扇を持ってますかね。センスじゃないだろうな、よくわかんないけど。でヒゲが生えてますね、猫なのにさらにヒゲが生えてます、かわいいね。さあてなことで改めて向かいましょう。海流ラギアクルス、火の次は海です。行きましょう。さあ行くぜ。よいしょ、とりあえずね、おいおいおい、来たこっち。おー、いきなりか、いきなりぶっ放してきますね。さてさて
どん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 強化をしていかないといけないんですが、もう操作方法を覚えていない。乗るか、乗れない。まあでもラギアクルスなんでそんなにね空飛んだりとかしないんでね、さっきのレウスに比べれば。よいしょ、オッケー、いいよ。ほら、よく届いてね、届いてないぞ。あー、やばいやばいやばい。うえ、今のうちに、今のうちに今のうちにもらっておこう、エキスを。戻ってこーい、ありがとう。よいしょ。で多分またね、頭を破壊とかその辺だった気がするんで、サブタゲが痛いね。よいしょ、よいしょ、逃がさん、逃がさん。じゃんじゃんじゃんと、じゃん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 、すい、乗れまへん、見えない見えない見えないよ。来た、ビリビリ効こう。ビリビリなど効こう。お、弱ってきてないかい。くそ、足に挟まれてる、足に挟まれてる。これはまあレウスの時よりは、よいしょ、行きやすいんじゃないか。回数的にはチャーワクの方が使ってると思うんですよね、総中婚よりは。ただね、なんとなく使いやすいね、やっぱ長物の方がね個人的には使いやすいので。よいしょ、どうすっかな、尻尾狙ってく。おっぽおっぽ、背中よりおっぽだ、硬い。おっぽが硬いぞ、硬い硬い硬い、超硬いわ。よいしょ、虫飛んでけ、くれくれ、うい、はい、くれくれ、虫虫、ちょっとちょっと頭狙ってく。当たんねよいしょ、マックスきた。あ、やべ、ビリビリくる、ビリビリくる、てててて、せっかくね、チャージできたんで。ほら、よっと、てててて、今のね、ジャンプを回避にも使ってみたいんですよ。上手い人って使うじゃないですか、やっぱり。ああ上手くない上手くないし、ピヨったよ、もう。待て、どこ行く、どこ行く、逃がさんと貴様。よいしょ、切れ味が落ちてるよ。ゲージ少なかったもんな、緑の。すぐ切れるわな。で、しかも相手はラギアだもんな。逃げちゃう逃げちゃう、早いな、意外と早く撤退してったな、あいつ。やっぱね、攻撃力が100しかないんで、今回も時間かかると思うんですけど。いい、また威力落ちたよ、もうすぐ落ちるな。あー、どうだ、攻撃するタイミングが早いな。よいしょ、お腹周りを攻撃していくしかない。おっせえ、この虫、おっせえ、マジでおっせえ、全然強化してないんでクソ遅いですね。よいしょ、ほら、乗れはしないか、ヒルマスだったっけ。なんだなんだなんだ、え、お前また移動、もう何回移動させんだよ、もう。さあ、いつもに増してひどい動画となっております。いい加減乗りたい、乗らせてくれませんかね、こいつ。乗らせてくれません、今日はザキヤさん乗らせてくれません。そうだ、いいや、もう、お、よいしょ、ダメです、何回やってもダメです、マジで。待て待て、死ぬ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 、その攻撃は死ねる攻撃だ。ゲイン、普通にあれかな、段差から飛んだ方が早いのかな、多分ね。ジャンプ攻撃の場所どうの方に差はないと思うんだよな。よいしょ、うわ、全然ダメだ、マジで。ああ、またピヨったし。ねえ、君は一体何回移動すれば気が済むんだよ、たくめんどくせえな。もう餌の時間か、なんかムカつくな。
この野郎、尻尾をガン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 狙っていきましょう。オッケー、切ったー。サブテギ頭か、尻尾じゃねえのか。よいしょよいしょよいしょ、はい、いける。あ、もう一回来る。オッケー。うお、もう一回来るか。びっくりした、びっくりした。もうちょうどいいや。もういいや、尻尾は切れたんで、あとは胸と頭か。おお、爪きた、爪きた。で、背中も壊したいんですが、頭優先でいこう。全然攻撃当たっておりませんもうモーションを理解しておりません、私総中魂の。これはジャンプで避けつつ、虫でもらっていく。よいしょ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 、はい。本当にこれで合ってんのかなもうこれ総中魂使いからしたらマジクソみたいな攻撃方法なんでしょうか。よいしょ、はい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 、よいしょ、出て出て、上がれ。ダメかないろんな武器使い始めたはいいけど、やっぱダメなのかな。いや、しかし、いや、だがしかしですよ、本当にまだわからんよ。まあ半分わかってるんだダメなんじゃねっていう気はしてるんですが、やはりな、使い慣れてる武器に絞った方がいいのかな。まあいっか、時間かかってもね、いくらでもカットできるんで、カットしてねやっときゃいいでしょ。それでなんとかなるっしょいっしょ、なんとかなるっしょ。ほい、今度こそ乗れない。君はいつになったら乗らせてくれるんだい。やっとかよ、やっと乗らせてくれたよ、ありがとう。だいぶかかったな、結構攻撃入れたぞ、ジャンプ攻撃十何歩入れたんじゃないかな。つい、さ、狙いにくい頭を狙っていきましょう。勝って、どこもかしこも勝て、首しか狙えるところがね、やっぱダメか、しょうがない。胸を狙っていきましょう。はい、電撃攻撃、その間に研ぐ。そろそろいい加減ペイント投げとくか、こいつ急に10番に逃げたりするか。出て出て、んで回復。そろそろ弱ってくれまへんかね、頼みますよお兄さん。押すかどうか知らないけど、まあ多分押せなんだろうな。海王って言ってるからね。よいしょ、ほいほい。あ、弱ったぞ、そろそろ。あ、違うの、なんで今弱る仕草じゃないんかい。違う違う、やばい、腹も減ってる、腹も減ってるよ、やばいね。実況のこの1回の狩りの時間が長くなってる。5分以内で勝ってた時期は懐かしいな。そんな時期あったか分かんないけどそんな時期あったのかどうか知りませんが、多分あったんだろう、その頃は。い、弱れ弱れ弱れ、そろそろ弱れじゃないと。おい、おった。さあ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 、あともうちょいだ。よいしょ、やはり10番でした。さあ吠えてみろ、貴様の声は聞こえんな。はい、はい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 、おーいや、オッケー。なんだかんだ胸も壊しました、あとは頭だけですね。って言っても、まあ、こんだけね攻撃してりゃ多分落ちるんじゃねえかな。ほい、よいしょ、痛い痛い痛い、背中はもう壊しようがねえな。まあなんとかこのジャンプ攻撃で壊そうと思えば壊せるんでしょうけど、なかなか攻撃も当てられないんで、あんだやもう口も回ってねえ。なんだお前、なんだお前、くんなくんなくんな、危ないから逃げてろ。ザコの出る幕じゃねえんだよ、ここは。いやーいやー、痛いな、ひよったよ。さあなんだこいつら、ヤギアが最後にぶち切れてきた。
くい。くそ、勝手。よいしょ。当たるな。やっぱ範囲が広いな。ちょっと待ってね。なんだかんだやばいよ。ちょっと待って。飛ばせてくれ。ここだ。オッケー。もう一丁くれ。うえ、危ねえな。どいてどいて。さっそ、われ。さっさとくたまってくれ。おい。稼ぐ。少しでもね、エキスを稼いでおこう。意味があるのかどうかは分かりませんが。待ってこれ。よいしょ。ちょっとお前どこ行く。まさかの水中戦か。まさかのトライか。どこだろう。9。うわ、戻るんかい、そっちまで。さあ、結局ここに戻ってきてしまいました。向こうで倒せませんでした。さあ、やはり攻撃力100じゃな。火力がねえよな。ふい。やはり課題は武器集めなんだよな。終わった。お疲れ様でした。やはり14種類のね、武器をそれぞれ集めていくっていうのは結構苦労するんだよな。どうすっぺな。さあ、とりあえずはラキアクルスね、討伐できました。完全に今存在を忘れてましたが、さてこれで次はあれかな、裏眼金かな。 OK、 クリア。さあ、ついに残すは裏眼金1頭ですね。で、その後四天王だね。まあ、よりにもよって裏眼金かよって感じがするんですが、報酬、まあまあ、やっぱ、まあ、つってもな、あんまりいい素材じゃねえけど、まあいいや、手に入んないよりはいいでしょう。 OK、 猫も随分集めてくれました。23分35、今回も20分が連発しちゃいました。だいぶカットはしてると思いますが、ラギアクルス。さて、帰ってきました。で、今回はまあとりあえずね、ラギアクルスとリオレースぶっ飛ばすことができました。で、次回はこちらですね。うん、脅威火山の鉄槌、裏眼金ですね。こいつを討伐した後に四天王、まあ順番的に言えば多分ライゼクスなんでしょうね。なので、まあ、ライゼクスメインでいきたいので、裏眼金はだいぶカットすると思います。まあ、そもそもそんな好きなモンスターじゃないので。こいつですね、ライゼクスをぶっ飛ばしたいと思います。で、その次がガムートとタマミツネやって、で、ついにディノバルドですね。それで一応クロスまでの内容としては終わりになりますね。さて、じゃあその後どうなるかはお楽しみにという感じですかね。よし、じゃあとりあえず今回はここまでにしておきましょう。 Twitter とブログやっておりますので、ぜひ覗いてみてください。次回は裏眼金からぶっ飛ばしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ではまた次回の実況でお会いいたしましょう。バイバイ。